グランドサンピア八戸一階ラウンジ、カフ、イードリームスイーツタイム株式会社トゥインクルは、青森県八戸市に本拠を置く、モデルエージェンシー、芸能事務所。青森県内で活動するモデル、タレント、MC、アーティストが所属している。東京のモデルエージェンシーアービングと業務提携をしている。2013年12月4日設立。代表の黒島博安は、 北海道札幌市出身で大学時代にロックバンドのギターボーカルとして音楽活動を行っていた。薬剤師の資格を取得して製薬会社に就職。山形県や岩手県でサラリーマンをしながら休日にアマチュアミュージシャンとして活動していた。2001年、八戸市に住居を移してからも歌うことへの夢を持ち続け、青森市内のモデル事務所に所属しながら、 歌手活動を続けていた。黒島は、インターネット、SNS、動画配信の普及に伴い、大手プロダクションに所属せずとも、地元で活躍して、全国区になれる時代になったと感じて、2006年12月4日に、市民参加型モデルプロダクションを設立。八戸市に、全身事務所、アンオリーブを立ち上げる。2009年4月に、八戸市出身の人気タレント、 100校が所属。2006年から2009年3月までサンミュージックプロダクションで活躍。集英社主催第1回ミス週刊プレイボーイコンテストにて準グランプリ。それを機に多くの CM、モデル活動、地元テレビ局、マスコミのレポーター活動の仕事が増えた。2012年に NHK 庁の連続テレビ小説、アマちゃんの現地キャスティングを行う。 1> 第1次から3次ローケ、ミス北鉄コンテスト、オタクカメコ役、震災シーン等を担当。2013年12月4日に、株式会社トゥインクルに事業署名を変更。トゥインクルの由来は、八のからキラキラ輝く人を排出という意味。同年、厚生労働大臣許可、有料職業紹介事業を取得した。当時代表は久保、会長は黒島。 2014年から代表が黒島、取締役が久保に変更となる。2015年4月、桃江は本名の久保桃江で青森県八戸市議選に無所属で立候補して初当選した。2017年7月、地域発信のモデルアイドルユニットとしてシンデレラマジックイーストをデビューさせ、同年ユニバーサルミュージックからメジャーデビューして CD デビューを果たした。 2020年、愛が TBS テレビ、中井大輔と、本田翼と夜な夜なラブゴさんにレギュラー出演。10月、愛とパッチが、八幡花ハナ PR 大使、八幡花ハナ公認アイドルに認定。11月、八戸市長のもとへ、表敬訪問した。現在、代表の黒島は、八戸市内で、薬剤師をしながら、モデルエージェンシー。 芸能事務所の代表を兼務する。モデルエージェンシー、芸能プロダクションの経営モデル、芸能タレント、アーティストの育成及びマネージメント業、プロモート業務有料職業紹介事業、テレビラジオ CM ポスターチラシ等の企画、制作協力 CD、DVD 等、音楽、映像等の複製物の企画、制作、販売に関する業務インターネットによる、 ホームページ、携帯コンテンツの企画、制作、運営インターネットによる、通信販売及び情報提供サービス、業務レコーディング技術のノウハウの提供出展、ABCDEFGHIJ 帝国、ウィークリーニュース、青い森の成長株ナンバー47株式、会社トゥインクルハット AB、出展。 帝国ニュース青森版2019年6月24日、青い森の成長株株式会社トゥインクル、ハット ABCDEFG、ヤフーニュース、トゥインクル社長インタビュー感美眼壁朝一に、日本一長早く会えるアイドル、八のヘテレビ月刊情報誌2011年4月号、モデルクラブ QN オリーブ代表、黒島博安、スタヤ、桃瀬美咲の作品、ウィズニズ、 美人すぎる死に、蜂ので、また誕生元グラドル29歳の久保も萌えし、八戸経済新聞、八戸のアイドルユニット、シンデレラマジックイースト CD デビュー記念ライブも、中井正宏、中大好きだよ。俺、生姜焼きより好きだよ。キスに対する本音をぶちまける。青森県八戸市のご当地タレント、愛とご当地アイドル。 パッチが BR 大使と公認アイドル W 認定。NHK、カウンビアサイチ大使に、アイドルが任命 ABCDEFG、ミュ音楽バラエティメディア青森県、八戸市モデル事務所発。日本一丁早く会える、アイドル、アイパッチに、密着取材。日曜早朝の館美岸キアサイチを歌と、ダンスで全国へ、PR、TBS テレビ、中井大輔と、 本田翼と夜な夜なラブホさんに出演中の愛と、アイドル研修生グループパッチにインタビュー AB、アーチスト宣伝部、太平洋を望む青森県八戸市の館、美顔壁に、日曜早朝から全長約800メートル、300店舗の巨大野菜地が出現。話題のアイドル http コロンスラッシュスラッシュ twinkle8.com ス,<ッ>スラッシュ、ヤフーニュース、 今夜ゴールデン初進出、夜な夜なラブごさん愛に聞く。ありがとうございます。